おっしゃ、来た。はい。皆さんどうも、ケンです。今回ですね。はい。こちらです。もう、知ってると思うんですけど、前の動画で出したんでね。セルテートの LT3000CXH を買いましたと。視聴者さんからね、ものすごいこう、買ってと、使ってみたらわかるぜ、みたいなね。声をいただいておりまして、ただね、僕が持ってるステラとすごく被るんですよ。なんで被りすぎちゃうんで、いまいちこう、手出せてなかったんですけど、まあ、前回の動画見ていただいた、経緯の通りですね、買うことになりまして、今、ここに手元にあるというところで、早速ね、使っていきたいなと思っているわけなんですよね。はい。ちょっと見ていきましょうか。まあ、あの後ね、LINE 巻いちゃったんですけど、まあ、せっかくなんで、ちょっと見ていただきましょうか。はい。本体と、まあ、これ袋ですね。やっぱ、イグジストに比べたら、安っぽいなっていう。イグジストは専用のね、ケースついてるんで、こんな感じ。で、ハンドル。まあ、一応、今回内容物もきっちり見ときましょうか。はい。セルテートね。どうなんだろうな。セルテートの説明書ですね。皆さんね、あんまり説明書読まない方、まあ僕もね、人のことは言えないんですけど、結構ね、あ、これそうやったんやっていう情報が載ってることもあるんで、リール買ったらね、まあ一回は目を通しておいた方がいいんじゃないかなと思ってます。さて、これですね、見ていただきましょう。よし。はい、出ました。こちら。でまあ当然、イグジストに比べると、重い。まあ、ただね、イグジスト僕、フィネスカスタムのモデルしか持ってないんで、まあ、なんとも比較ができないんですけど、で、このセルテートね、てか、ダイワとシマノで面白いことに、ちょっとセルテートの話からね、ちょっと逸れちゃうんですけど、シマノは、こう、ガチッとしたね、ステラがフラッグシップ。ダイワは、こう、軽快なイグジストがフラッグシップっていうことでね、まあ、それぞれのメーカーのこう、考え方が出てていいんじゃないかなと。だからま、ジャンルで言うと、ステラ枠なんですね。ステラとかツインパワー枠。みたいな感じですね。で、今回買ったのが、C の XH なんで、これね、ボディが少し小さいんですよ、3000番より。だから、シマノでいう C3000XG とか、あのあたりの番手と同じですね。2500番のボディに3000番のスプールがついてるっていう。なので、コンパクトでありながら、糸巻き量たくさん巻けるんで、海の魚にも使えるし、当然バスとかにも使えるし、みたいな番手を今回購入したということですね。はい。ちょっとね、細かいディティール見ていきたいなと思います。はい。まずね、こちらがドラグノブですね。じっくり見て、こういう風な。はい。こんな感じのドラグノブ。まあ仕方ないですけど、イグジストに比べるとこんな感じ。これイグジストね。非常に綺麗。ラメも入ってて、デザインも凝ってる。ちょっと味気ないよね。でまあまあ、これは仕方がない。はい。で、こちらですね。スプールエッジの切れ目。ちょっと揺れてて申し訳ないんですけど、こんな感じです。一つ上のイグジストと比べると、ここが長いんですよ、ここが。少しね。で、スプール自体のデザインはこんな感じ。セルテートと。で、エアローターがついてる。なんでこれね、ちょっと特殊なんですよね。そしてこちらがアルミのモノコックボディですね。見てこれ、綺麗よね。ほら。じっくり見て、この金属感。プリプリ。そしてドラグオン。こんな感じ。イグジストは結構違いますね。そしてこちらがハンドルノブね、こんな感じ。もちろんここ折れ曲がる仕様じゃなくて一体成形みたいになってると。はい、これね、 T 型ノブね。まあ C バスとかのプラグ巻くようにこうきっちりグリップしやすいようなノブになってると。で、もうね、今更なんでみんな知ってると思うけど、一応ね、特徴を挙げておくと、当然ながらここのモノコックボディですよね。まあ今ね、モノコックの機種とかも、だいぶ結構増えたんで、モノ珍しい感はもうないかもしれないですけど、まあこのアルミのモノコックであると。だからイグジストよりも強く、がっちり作られていると。なのに、ポイントとしては、ローターがエアなんですよね。軽い。巻きが軽いんですよね。がっしりしたボディに軽いローターがついてる。だからシマノでいうところのツインパワーの XD みたいなモデルなんですよ。今のツインパワーは、ここのローターがアルミになっちゃったんで、金属ローターになっちゃったんでね、
こういう感じではないと。で、やっぱギアとかもね、モノコックボディの恩恵でバカでかいのが入ってるんで、そこから繰り出されるこのね、スムーズな巻き心地。ただ実際実力どうなのっていうのは今から見ていきたいなと思うんで、これ使う予定はね、一応 C バス、ね。まあ、ステラオーバーホール出してたりとか、ステラとラインのポンド数を分けて、ちっちゃいルアーだの、大きいルアーだので使い分けをしたりとか、あとね、まあ、チニングとか、あとバス。これ 0.85 巻いてあるんで、バスのシャットのこう、ぐわーっとこう高速巻きとかに使ったりとか、そういうことしようかなと思っている機種ですね。なので、XH にしたと。はい、いうことです。巻きは結構ね、重いと思うんですけど、XH なんでね。そのあたり、どうクリアしてくるかっていうのも、セルテートの見どころですかね。はい。はい。ではね、ちょっとやっていきたいなと。3はね、いつも通り、2752に、セルゲートで08の PE にリーダーが14、これでちょっとやっていこうかなと。これね、あの巻きの軽さ、巻き心地とはまた別の話ですけど、軽っ。ちょっと流れに対して力をっていうか抵抗をかけて巻いてみますけど、巻き上げすごいわ、セルテート。あ、これはいいね。最高っすね。バスのシャットとかやったら超高速巻きできるよね。この小さいボディから、この巻きの軽さ。てか巻き心地というよりも巻きの軽さがいいね。巻き心地はね、はっきり言ってステラとかツインパワーの方がよく感じるね。うん。まあ、言っても、こう、なんていうかな。若干好みの差っていうのもあると思うけど、なるほどな。 あとね、一個気づいたんですけど、ダイワのリールも全部そうなのかな。このリールフットが太いね。ワールドシャウラーにつけるとね、ここ隙間空くんですよね。ほら、ツインパワーもステラもそこの隙間はね、すごい狭くなるんですよね。だからフットが結構太い。だからロッドによってはこういう風に隙間が空いちゃったりするかもしれないですね。今日はね、まったりちょっと釣りしながらセルテートを楽しんでいこうかなと思ってるんで、これ一応 C バス狙ってるんですけど、みんなチヌやね、これやってんの。 C に当てつつ、え、そうか、これってさ、 XH やもんね。1回転あたりの、糸巻き量93とは思えんけどね。これ楽に巻けるからこそ、こうしんどいリールよりも一定速度で集中して巻けるから、巻きがブレにくいよね、完璧に。こんなん C バス使ってくださいみたいなもんや。あとバスの巻きもんね、シャットの巻きとかええと思うわ。釣り楽しむとか言いながら、釣りよりもこのセルテートの実力がどんなもんなのかっていうのがもう試したくてしゃあない。ちょっとルアー変えよう。はい、今度逆にね、巻き抵抗軽めいってみます。メガバス、こちらカゲロン。さてさて、どんなもんでしょうか。あー、これね、ちょっと巻き心地にこう、てか巻き抵抗がかかりにくいやつ使うと、まあどうだろう、まだ使ったばっかりなんでグリスの関係とかこなれてないのかもしれないですけど、正直巻き心地はいいけどね、めちゃくちゃ巻き心地いいけど、ステラツインパワーはその上行ってるかな。やっぱステラとツインパワーに比べると巻き心地悪いんですかって言われたら、まあ、あの比べたら分かる程度、これだけ使ってたら異常に巻き心地はいいです。だからその程度の話でね、これ巻きのその軽く巻けるっていうことに関しては巻き心地じゃなくて、多分ね、ステラツインパワー上回ってるレベル。はい、ちょっとね、これやってみましょう。ワームの使用感はどうなんだろうか。これね、やっぱね、ステラツインパワーと違うところとして、ローターが軽いんですよね。
だからこういう釣りはほんまにいい。シマノでそういうリールを使用するとね、基本的にはローターが重たいんで、こうワームのねラインスラッグとかを管理する釣りだと全然まあできるっちゃできるんですけど、ちょっとなーっていう感じなんですけどね。だから実用性で考えたらこっちの方がいいよね。まあただね、ローターがしっかりしてるからどうのこうのっていう、まあ微差はあると思うけど、それをね実調で違いを感じれるほどの釣り人ってなかなかおらんと思うし、こだわりがなければこっちの方が普通に汎用性は高い。巻きよしで打ちよしでしょ、打ちよしっていうか、まあこういうワームよしでしょ。だからこれバスで普通のね、なんか猫リグとか大きいのつけてピョン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 ってやって、こうラインスラックを管理する釣りでもいいよね。シマノで今それがないんですよね、うん、このねセルテートの実用性えぐい。まあ強いて言うならこのドラグノブですかね、ダイワさん、これもうちょいなんとかならんかったんかな。まあ実調には何の影響もないけどね。あとはまあドラグですよね。これね、スプールの中に入ってるベアリングがあのカラーなんですよ、プラスチックの。 あとね、キャストフィールは正直ステラとかの方がいいかな。ね、このローターの話なんですけど、これね巻き出しはステラもねほぼ変わらんぐらいね、あの巻き出し軽いんですけど、この止めるのピタって止まんのはやっぱローターが軽い、こっちの方が恩恵ある感じ。はい、ちょっとねスイングインパクトに変えてやってみます。よー飛ぶわ。うわ、やべ、うお、ええやんけ。よっしゃ、きた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 。セルテート早速活躍してます。強いねセルテート、強いね、いいね、きびれきびれ、うら、めっちゃ引くわ、きれいなきびれ。あー、これはみんなにじっくり見せよう、こいつやばない、どんだけ。はい、皆さんセルデートがっちり初フィッシュ、初フィッシュです、セルテートね。はい、送った、よっしゃ食った、よっしゃ、スパテラやるやん。あれ、こっち向かってきてるか、軽いな。ああ、そうやな。オッケーオッケーオッケー。おるね。なんかジャンプしたみたいな感じやな。今暴れるか。今暴れとる。下がかり、なんか全部超えてんなこいつら、めちゃくちゃいいきびれ。そっか、これローター軽いからさ、こういうチヌ狙いとかもものすごいいいよね。こういうのもワームの釣りやからすっごいやりやすい。よっしゃ、よっしゃ、来た、よし、おお、これもうパターンなんじゃないのストレートワームってか、まあボトム逃がしパターンっていうのかな。
今のは Twitch やね。ああ、いいね。そんなに大きくないか。OK。はい。またもキビちゃん。OK。満水状態になってきてるからね、多分インサイド側にもおると思う。もう完璧にこれ石畳の中なんで、きっちりその石の間に落としていって、石に隠しては出して、石に隠しては出して、でそういう時もね、このセルテート のストップ&ゴー性能がすごい生きるな。巻きすぎちゃうこともないし、きちっと止まるからね。あー、くっそー、バレた。食ったのに。食ったのにな。うわ。はい、あれからね、セルテート何時間か経過して使ってみたんですけど、いやー素晴らしいですね。はい、一言で言うなら一番の推しポイントは、この薪の軽さ、ステラと同等かもはやそれ以上なんじゃないかと思わせるような薪の軽さと、でそれがアリーのこの今やってるような、今ワームの釣りやってるんですけど、こういう釣りのやりやすさ、だからローターの軽さですよね。薪の軽さ、ローターの軽さでもって非常に汎用性高い。重ささえ目をつぶればこれはいいリールですね、間違いなく。でバスの方でも重さに目をつぶればこのラインスラック管理性能と、で同じリールでシャットとかミノーとかそういうのを巻いた時の巻きの快適さ、これはね、ツインパワーステラにはない魅力だと思います。でデメリットまで言うと、まあ、ちょっと若干安っぽいっていうのと、特にドラグノブとかね、であとは巻き心地自体は正直シマノには勝てないかなっていう、しっとり本当に気持ちいい巻き心地はシマノの方がある。ただね、正直好みの問題で片付けられるぐらいに、どっちもシマノもダイワもいいんで、まあ、ここはねお好みデザインであったりとか、あとは同じね、番手でも微妙なスペックの違いあるんで、まあそこで決めてもらってもいいと思いますし、でさっきも言ったけど、まあその上でどっちか迷ってる、例えば同じ価格帯ぐらいのツインパワーと迷ってるっていうんであれば、僕はセルテート推しです。よし、はい、来た。すごいもの見せるよこれ。